この動画には、以下の要素が含まれます。それでもいいよという方だけ動画をご視聴ください。最初にお知らせがあります。聞かなくてもいいって人は飛ばしてねー。いや、英語で書く必要なくない？どうも K です。業務です。んで、お知らせって何よ？結構重大なことです。Twitter では先行で話していたことですが、単刀直入に言いますと、私越後 K ですが、2023年いっぱいは活動を休止します。そりゃまたなんで？大学受験が控えているからですね。あ、そりゃ仕方ないわな。器用な方は受験勉強の傍ら YouTube も続けるんでしょうが、残念ながら私はそんなハイスペックな人間じゃないので、YouTube 活動を休止して受験勉強に専念します。で、詳細なんですが、このメインチャンネルと N ゲージ動画を主に出してるサブチャンネル、そして Twitter、アメブロ、リアルの活動に分けてそれぞれお話ししていこうかなと。まずメインチャンネル、すなわち越後 K、ときめきトレインなんですが、これは今年12月31日投稿の動画をもって、基本的には動画が出なくなります。なんか含みのある言い方ね。はい、例外を3つほど定めてまして、まず、現在裏方で進行しているとある大きな企画、これが成功すると来年の1月11日に動画が出るんです。あくまで予定ですけど、とりあえず1つ目の例外は、1月11日に投稿予定の動画。2つ目は現在 A 列車で A コー9でコラボ企画が進行していまして、いわゆるリレー企画です。ちょっと前にコミュニティでも通知しましたね。あの動画も、私の番が来たら、活動休止中でも動画を出します。しかし具体的に行くとは決まっていない上、細い忙しい受験勉強の合間を縫って編集をすることになるので、もしかしたらかなり先の話になるかもしれません。てなわけで2つ目の例外、A 級のコラボ企画。3つ目は近況報告。出すと断言はできませんが、私のことなので出したいと思う可能性が高いです。近況報告くらいは出すときは出すので、そこんとこもよろしくお願いします。次にサブチャンネルね。これは例外なく動画投稿が停止します。それ以上言うことはございませぬ。続いて Twitter ですが、これは今まで通りつぶやきを行います。アメブロも、気分によって書いたり書かなかったりというのは現在と変わらないですね。やっぱりそれ以上でもそれ以下でもありません。そしてリアルの活動ですが、基本的に家か予備校にこもって受験勉強してます。が、毎日これではさすがに体が持たないと思われるというか過去に同じことして本当に痛い目を見ているので、まさかのすでに経験済みだった。週1から月1のペースで何かしらの息抜きはすることにしています。ですので、合間合間の N ゲージいじりのほか、現在月に1回やっている休校の乗車も続行、特設などのイベントも、休息のタイミングと合えば多分参加しに行きます。繰り返しになりますが、たまに息抜きしないと体をぶち壊すというのは身をもって経験しているので、もちろん日々の勉強は本気でやらせていただきますが、本当にたまに息抜きするくらいは許してください。で、活動再開はいつになるの？多分2024年の1月頃なんじゃないかなと。本当に丸1年ですね。正直多くの方が楽しみにしてくださっている、動画投稿を休止するというのは断腸の思いですが、あくまで私の場合、大学に合格しないと、将来的に色々偉いことになるので、1年後には必ず帰ってこられるように頑張りますので、ご理解と温かいご声援をよろしくお願いします。なんだったらあんた、今も単語帳を持ってきてるからね。さぞ真面目に勉強してるんだろうと思ったら完全にお前ふざけてんじゃねえか。はいはい、どうもどうも、K でございます。業務です。先日12月16日、来年3月のダイヤ改正の概要が、各社から発表されました。去年もこんな感じでダイヤ改正の動画を作ったんですが、今年も新潟県内に限って作ってみようかなと。ということは、越後ときめき鉄道、北越急行、そして JR 東日本ね。今年もなかなかとんでもないことになりましたよ。早速見ていきましょう。本日もどうぞよろしくお願いします。ゆっくりしていってね。では、まず越後ときめき鉄道です。最初に妙高羽生ライン。ダイヤ改正のポイントは3つです。3つ？まず、22時台に新井直江区間に下り各駅停車を新設し、北陸新幹線や日本海汽水ラインとの接続を改善すること。次に、上りの一部列車の運転時刻を変更し、これまた北陸新幹線との接続を改善すること。最後に、一部列車を廃止したり、運転区間を変更したりすること。1つ目から見ていきましょう。22時台の列車新設です。普通列車を増発するような時間帯じゃないけど、よほど北陸新幹線からの乗り継ぎで要望が多かったのかしら。で、新設された列車って、お帰り上越3号。無言でタンジェントシータで殴ってこようとするのやめて。今言った通りです。昨年突如設定された普通列車お帰り上越ですが、まさかの増発です。新井直江区間の下り各駅停車とプレスリリースにはあるので、おそらく3号は新井初直江駅なのかな。でも、増発されるのは下りだけっていうのが引っかかるわね。お帰り上越3号重当用の車両は、直江から回送列車になって新井まで来るの？いえ、そうじゃありません。でも他に折り返してこの列車に入れそうな新井止まりの列車はない。いや、まさかね、まさか特急白雪8号を折り返して、こいつに充当するなんてことがあるはずないわよね。なんでこいつなんだよ。やべえ、業務のイントネーションが崩壊した。ひとまず、お帰り上越3号は、特急白雪用の E653系1100番台が充当されます。今までこの筋は、白雪8号として新井まで来た E653系を直江に送り返すものだったんですが、この回送列車を回転ガラガラし、客を乗せることに、一見ふざけたように見えるダイヤですが、ちゃんと北陸新幹線からの接続が改善されており、これまでは上越妙高22時16分着の白高577号より、上越妙高22時46分発の普通直江駅へ、30分の接続だったものが、改正後
後は22時14分着の白鷹から、22時27分発のお帰り上越へ、13分の接続へ、また、直江津駅でも22時43分着からの、49分発の翡翠ラインへ接続するようになり、こちらに関しては接続新設となりました。ですので、うまいダイヤではありますね。これにより、18時から22時台の、新幹線から高田方面への接続時間は、15分程度になりました。ねえ、このお帰り上越3号って、E6 号さんを投入しても普通列車なんでしょ？まさか運賃だけで特急型に乗れることになるんじゃ？プレスリリースには特に運賃以外を徴収するなどとは書かれていないので、このまま行くとそういうことになります。これは確実に乗り得列車になるわね。妙高の呪縛を感じる。次、上り妙高高原方面行きの、新幹線接続改善。詳しい時刻などは割愛しますが、まず白鷹562号から、妙高高原駅への接続時間が60分短縮。今までどんだけ悪かったんだ接続。次、荒井駅から白鷹568号への接続が、従来より16分短縮。最後、白鷹575号、578号から、妙高高原駅への接続を新設。575号からは20分、578号からは8分の接続ですね。結構乗り継ぎが改善されてるわね。どうも社長が前の改正の後、次の改正は新幹線接続の改善が目標と言ったらしいので、それが見事に反映された形でしょうか。改善列車は特に利用者からの要望が強かったものなのかな。そして最後のポイント、一部列車の廃止、運転区間変更。今回の改正では相当数の列車が整理されます。まず、直江津10時17分発の荒井駅と、直江津19時54分発の上越妙高駅、そして直江津20時25分発の日本駅、最後に荒井11時3分発の越後湯沢駅、全部縮製となりました。ちょっと多くないですかね。しかもこの10時17分直江津発と11時3分荒井発って、北越急行北北線との直通列車じゃなかった？その通りで、この列車が廃止になるということは、羽生ラインと北北線との直通が廃止になるということです。2016年に設定された直通列車ですが、結局6年余りで消えてしまうことになりました。直通が消えるのは致し方ないかなって思うけどさ、特鉄側も大体列車は設定してないわよね。見たところそうっぽいですね。羽生ライン内は利用率悪い印象なかったんですが、その他にも、19時54分直越発の上越妙高駅、これは現在お帰り上越の送り込みで設定されている列車ですが、これも廃止されるようで。ってことは、帰りのお帰り上越はどうなるの？それを続く説明でいたします。運行区間変更。まず最初に、直越13時33分発の妙高高原駅と、妙高高原13時51分発の直越駅。この筋が荒井でぶった切られ、荒井発着に変更されます。また荒井妙高高原間の列車が減ったわね。そして先ほどの疑問を解消する列車ですが、上越妙高20時28分発の直越駅お帰り上越と、妙高高原20時30分発の直越駅が統合されます。妙高高原19時48分発のお帰り上越駅号直越駅へ。まさかのお帰り上越高原進出？正直これには私もたまげた。上越妙高からの新幹線接続を目論んだ列車かと思いきや、長野方面からの在来線需要も拾うんですな。ただ、これ運行時刻見ると、上越妙高20時27分発と従来のお帰り上越から変わってないので、事実上、お帰り上越を妙高高原発に延長し、20時30分妙高高原発を廃止にしてますね。そしてもう一丁、現在の日本に21時14分発直越駅と、同時刻妙高高原発の直越駅ですが、こいつらも統合し、妙高高原20時58分発のお帰り上越2号となります。どんだけ増発するんだよこの列車。危険的要素かと思ったら大増発という。ただ、これも日本に直越間は、現在の日本に21時14分発普通の筋に乗るので、日本に発直越駅を妙高高原発に延長し、21時14分妙高高原発を廃止にしたような形ですね。あと、お帰り上越の号数ですが、プレスリリースには1、2、3と書いてあるんです。それに習って私が便宜上1号、2号、3号と呼んでいるに過ぎませんので、公式なものではないことにご注意ください。駅行って聞いても伝わる保証はしません。そもそもうちらの不番方式も、現代の法則を無視してるからね。本来下り列車なら1、2、3じゃなくて、1、3、5とする方が法則に即しているわ。1978年以前の法則だったら合ってますがね。あなたはいい加減45年前から帰ってきなさい。ひとまず、今回生で筋が丸ごと消された列車は、上下合わせて6本。筋を途中から切り飛ばした列車は上下合わせて2本。筋を新設した営業列車は下り1本。筋を延長した列車は下り2本ですね。今回の羽生ラインは、夜間帯の列車の整理が目立ったわね。夜じゃ6日と動きませんからね。あるとしたら飲み会。それも今は減ってますから、やっぱり深夜帯の列車は大打撃を受けていそうです。さて、続いては日本海翡翠ライン。これは直越13時3分発の列車のみに大きな変更が入ってます。まず、直越発を3分から13分へ10分繰り下げ、そして糸魚川駅で即時発車だったものを、19分の停車時間を設けています。あ、またバカ停列車が増える。日本海翡翠ラインは本当にこれだけ、プレスリリースに載っていないところでは、細かい時刻変更や発着番線変更があるかもわからないので、最終的な時刻は2023年2月25日発売予定の大型時刻表を、発着番線確認は駅の時刻表などをご覧ください。くれぐれも改正後にホームを間違えて列車を逃した、なんてことにはならぬよう。あんたが言うと説得力あるわね。私これやらかしたこと一度もないんですけど。続いて北越急行、はっきり言って相当衝撃的な改正になりました。どんな内容だったの？
ひとまずポイントは3つ。途中日ダイヤの設定、種別の見直し、そして最高速度低下。なんか不穏な文字が。とりあえず途中日ダイヤ設定からいきましょう。全体本数は平日18往復、途中日17往復ですが、平日と途中日で運行時刻が変わる列車もいます。まず、平日ですが、これは通勤通学特化ダイヤ。具体的には？はじめに朝6時台ですが、最方6時34分着の新越本線から3分の接続で発車していた、6時37分発6日町行き。これが新越本線6時19分最方着から接続を受けるようになり、最方発時刻は6時21分へ繰り上げ。次、6日町6時52分着の上越線から接続し、6時57分に6日町を出ていた直江津駅。これが6時37分着の上越線からの接続に変更となり、6日町発は6時44分に。ちなみに、この37分着の上越線ですが、実は始発が石打ちという変わった列車になります。石打ち。そして18時台、従来最方18時20分着の北北線から、18時21分発の新越本線に接続していたダイヤですが、北北線側の最方着が18時38分に繰り下げとなり、接続列車も18時52分最方発へ変更となります。これが平日ダイヤの概要ですね。次、途中日ダイヤ、現行の6日町6時18分発直江津駅と、直江津7時33分発6日町駅に相当する列車。こいつらが途中日ダイヤでは運休となります。相当する列車って言い方したのは？運行日でも多少時刻が変わってるからですね。そして途中日は新幹線接続を重視したダイヤに、まず、越後湯沢10時55分着から、越後湯沢11時10分発時316号への接続を、越後湯沢10時26分着から、越後湯沢10時31分発谷川408号接続へ変更。次に、6日町11時27分終着だった列車を、越後湯沢まで延長運転。そしてここから上越線に乗り継ぎ、越後湯沢駅にて11時53分着から、12時9分発時318号接続だったのが、改正後は6日町での乗り換えがなくなった上、越後湯沢にて11時22分着から、11時30分発谷川410号へ接続するようになります。と、これが平日と途中日でのダイヤ切り替えの模様。次は種別の見直しだけど、これまで北北線内では超快速、快速、そして普通の3種別が走ってました。改正後はこれが普通ただ一つに統合されます。嘘でしょ。22年改正で超快速が減らされた北北線ですが、なんと次の改正ではその超快速どころか快速までもが廃止されることに。そしてそれだけではとどまりません。これまでたとえ普通列車であっても大井渓恋の森駅を通過する列車が上下合わせて3本ほどいらっしゃいましたが、改正後は全列車が大井渓恋の森駅に停車するようになります。ですので改正後の北北線は、例えばあんなことだったりだとかこんなことだったりだとかができなくなることになります。しれっと自分の動画を宣伝するのはやめなさい。聞いてね。あ、それに加えて列車通過時に轟音を響かせまくることで有名な三佐島駅ですが、改正後はこの駅を通過する定期列車がなくなるので名物の轟音が見納めになってしまいます。臨時列車が入れば一応まだ聞けるんだろうけど、いずれにせよ聞ける機会はゼロに限りなく近くなるわね。そして最後、最高速度低下。現在北北線は普通列車であろうと110キロで爆走していますが、どうも最高速度が95キロに見直されるそうなんです。一応以前から北北線の最高速度低下は噂されてはいたけど、100キロって聞いていたし、それにこんなに速くてコイレが入るとは思ってなかったわ。電気代がバカにならないんでしょうね。一応白鷹時代には北北線内には6日町、津池、十日町、松台、大島、浦河原、大型の7変電所がありましたが、白鷹廃止後に津池変電所は廃止、大島、大型変電所からの受電は止められました。これで設備のスリム化は図っていたようですが、限界があったわね。やっぱり厳しいか。北越急行は近い将来車両の置き換えという課題もありますし、まだまだ苦しい経営が続きそうです。何度でも言いますが、北越急行の方からは新車が先か北越急行が力尽きるのが先かという言葉も出ています。北越急行の先行きは我々が思っている以上に暗いのかもしれない。そんなことを思わせる改正になりそうです。あ、詳しい時刻などは2月発売の大型時刻表をどうぞ。最後に JR 東日本、特に新潟支社管内のお話です。去年の改正では突然115系を引退させてファンを驚かせたわけだけど、さて今年はどうでしょうか。ポイントは5つ。まず、上越、北陸新幹線の所要時間を短縮すること。次に、上越新幹線の全列車が E7 系に統一されること。そして、特急稲穂の運転時刻見直し、接続の改善、夜間帯の輸送体系見直しがあります。まずは1つ目と2つ目、新幹線関係ですね。上越新幹線から E2 系が追い出され、これに合わせて上越新幹線の最高速度が向上。ついに E2 系が新潟から消えるのね。ちょっと寂しいですな。最高速度は240キロから275キロとなり、上越新幹線で最大7分、北陸新幹線で最大2分の所要時間短縮が見込まれるとかなんだとか。また、E7 系にはグランクラスがありますので、上越新幹線とき、谷川の全列車に、グランクラスが連結されます。納車内サービスは相変わらずない模様。悲しいかな。そして上越新幹線速度向上に合わせ、特急稲穂も時間が変わるようです。東京酒田間は最速3時間44分になるとか、稲穂の時刻についてはプレスリリースをご覧ください。そして接続の改善が新潟駅、長岡駅にて行われます。まず新潟駅ですが、特急白雪3号から稲穂へ。白雪3号って、新潟駅で稲穂に逃げられてなかったっけ？そうなんです。
あまりにも苦情が多かったか、この接続逃げが解消。稲穂5号の新潟駅発車時刻が、12時32分から41分へ繰り下がったので、12時30分に新潟駅に着く白雪3号から、11分の接続を受けられるようになりました。そして長岡駅、一気に行きますが、まず、6時31分着の信越本線上り普通から、6時57分発の時302号へ26分の接続が、普通列車の到着時刻を6時28分に繰り上げ、6時34分発時300号への6分接続に変更。次、7時43分着の信越本線下り普通から、8時14分発の時308号へ31分の接続が、普通列車の到着時刻を7時40分に繰り上げ、7時46分発時306号への6分接続に変更。最後、11時38分着の特急白雪3号から、12時43分発の時320号へ65分の接続が、時の発車時刻を11時47分に繰り上げ、時318号への8分接続に変更、といったところです。夜間帯の運行体系見直しは？多すぎるのでここでは割愛しますが、運行区間や最終列車の時刻などに変更が生じています。信越本線、白新線、羽越本線、越後線、上越線の各路線で、それぞれ見直しが入ってますね。これもプレスリリースを見ていただいて。さて、これが大きなポイントなのですが、細かいところでは白新線と羽越本線で、一部列車の運転が取りやめになっているほか、信越本線、磐越西線、越後線のワンマン運転が拡大。他にも多少の時刻変更や乗り場の変更が発生するようなので、やっぱり詳しいことは大型時刻表を見るしかないですね。個人的には新潟5時2分発の快速村上行きが廃止されないか不安。あ、ムーンライト越後の生き残りね。確かに、白新線と羽越本線を運行する列車だから、運転取りやめになる一部列車に入っている可能性もなくはないわね。そういえば、他の鉄道会社の紹介は今年はしないのね。私も時間ないですから、強いて言うとすれば JR 大糸線を管理する JR 西日本でしょうが、大糸線は基本動きがないのでスルーしてます。何かの間違いでスプールでも来るんじゃと思ったんですが、今年も大改正はありませんでした。冷静に考えてくるわけないでしょうが。ネタにマジレスは NG。では、新潟県のダイヤ改正特集はこんなところで以上。嬉しいこと、承服できないこと、いろいろあるでしょうが、泣いても笑ってもこれが新ダイヤです。逆に考えるんです。これがダイヤ改正の醍醐味だと。去年も同じこと言ってたわね。良いではないか。さて、冒頭のお知らせでも言った通り、このチャンネルは12月31日の動画をもって活動休止になります。その31日は1年の動画を振り返ることをしますので、いつも通りやっていく動画は24日が最後。だからといって特別なこともしませんので、いつも通り待っていただけると。じゃ、本日はこれで以上。よろしければチャンネル登録、Twitter、アメブロのフォロー、ぜひぜひお願いします。本日もお疲れ様でした。次回もよろしくね。